カリフォルニア州ロサンゼルスサンフェルナンド出身のユダヤ系兄に習いサックスを始める。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に入学し、卒業後はボビー・コールド・ウェルトのチグを得ることでミュージシャンの道に選んだ。彼のヒット曲、ハート・オブ・マインのバックでサックスを取っているのも彼である。初期の頃はデビッド・コーズの名でクレジット。ザ・リッピントンズやトム・スコット、 ジェフ・ローバーのバンドに参加し、l a 系のフュージョンミュージシャンとして名を挙げた。1990年にデビューアルバム、デイブ・コーズをキャピトルレコードからリリース。1993年のセカンドアルバム、ラッキーマンには、フィル・ペリーやメイシオ・パーカー等をゲストに迎え、70万枚のセールスを挙げており、ゴールドディスクを獲得した。 その1994年には、自らパーソナリティを務めるラジオ番組、デイブ・コーズ・ラジオショーをスタートし、ラジオシーンをはじめとして、人気を集めるようになる。1996年には3枚目のアルバム、オフ・ザ・ベア・テンパスをリリース。1997年には、クリスマス企画アルバム、ディセンバー・メイクス・メフィール・ディス・ウェイをリリース。2000年には、アルバム、ザ・ダンスをリリースし、 大ヒット。なお、国内版には、多田ヒカルの、ファーストラブのカバー曲と、アジア向けのボーナストラックが収められている。2001年には、クリスマスの企画アルバム、エースムーズ・ジャズ・クリスマスをリリース。ソロ活動の一方、2002年に、フランク・コディ・ハイマン・カッツとランレブー・エンターテインメントを設立し、副社長兼芸術監督に就任。ジョナサン・バトラー、クリス・ボッティ、 カークウェーラム等のアルバムを参加のレーベルからリリースしている。2004年にはラジオレ・コーズの年間最優秀賞を獲得。同年、ピープル氏の最もホットな50人の独身男性の一人にも選ばれた。また、同年4月にアドボケート氏のインタビューでゲイであることをカミングアウトした。2005年4月には日本のラジオ局、 j w a ウェーブとカリフォルニアのラジオ局ザ・ウェーブとの共同番組スムーズエアーのパーソナリティをするようになる。2006年3月から4月にかけてカーグウェイ・ラムラと共にランデブー・オールスターズとして来日公演し、同年8月に本人名義で初来日公演した。同年9月にシングル i トマイト b EU を発表、2007年1月には映画音楽のスタンダード集。 アットザ・ムービーズを発表した。初来日以来コンスタントに公演をしており、アンコールでは、夏の思い出や小さい秋見つけたと、来日した時の季節に合わせた、日本の楽曲を演奏している。東京ジャズ2006にも出演し、チック・コリアやラリー・カールトン等多くのベテラン勢がいる中、最も多くの支持を得る。2008年8月に、ランデブーエンタテインメントが、 マックアベニューレコードに売却されたことが報じられる。だが、ブランド名は残り、レーベルは継続されることとなる。キャピトルとの契約のため、自主レーベルからソロアルバムを出すことはできなかった。2009年6月にコンコードレコードに移籍。9月にデイブは、ハリウッドウォークオブフェームに名前を刻むことを果たした。2010年に、コンコードよりアルバム、ハロー・トゥ・モローを発表。 2013年には2011年のブルーノート東京におけるライブの模様を収録したアルバムライブアットザブルーノート東京を発表した同年にサックス奏者のジェラルド・アルブライト、ミンディ・エーベア、リチャード・エリオットらとデイブ・コーズフレンズ名義でアルバムサマー・ホーオンズを発表2014年には4枚目のクリスマスアルバムとなるハート ソウル・オブ・クリスマス・ザ・二十五 s The 25th of d e c を発表している。ジェームス・イングラムとデーブ・コーズ、デーブ・コーズの表記もある。デーブ・コーズ・セルズ・ランデブ・ーレコード・レーベル。スムーズ・ジャズ・バイブス。2008年8月15日閲覧。デーブ・サインズ、a n ディ D.Louis コ o コ c コー d r e c o d davekoz.com。2009年8月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2009年10月13日閲覧。http://www.davekoz.com コロンススララッッシシュュスラッシュ edigests スラッシュ 2009-09-04-htmdavekoz.com 2009年9月28日閲覧。ありがとうございます。